はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト11、前回の続きからやっていきたいと思います。現在デルカダール地方旅立ちの丘ですね、まあ、村から、旅立ったところになりまして、前方にいきなり人がいるな。あ、これが馬のあれか。馬と地図をもらったようだな。お前にいいことを教えてやろう。俺の隣にあるのが馬呼びの鐘、こいつを鳴らせば馬が来ると。地図を見ているとき A ボタンを押せばさらに詳しい情報がわかる。へえ、馬に乗ってるとき敵と遭遇したらどうなん？てか速え、普通に速え。敵はいる？あ、スライムがいる。ちょっと接触してみよう、馬で。あ、戦闘になるわ普通に。一人か。まあ、さっきも一人みたいなもんだったから。最初は火力重視で全然いいでしょう。おお、なるほど、大ガラスがいる。え、こっちはこっちから来て、なんかこういうところとかね、アイテムとかあったりすんのかな。なんかの跡だね。あ、アイテム発見。キメラの翼。降りられんのこれ。この馬すげえな。あ、でもさ、馬に乗ってるときは多分攻撃ができないんだ。一応戦おう。モコッキー。無駄だな、薬草使うなんて。濃い意味覚えたいね、やっぱり最初は。一番最初にメラを覚えたけど、ちょっと濃い意味が欲しい。今なんか、あ、気づいたよってこと。あ、消えた、逃げてった。え、これちょっとアイテム回収するのなかなか難しいな。全部探すのはきついぞ。強え。で、ちょっとこっち行ってみよう。ああ、行けなそう。デルカコスタ地方、こっちは行けないよみたいなこと言ってきそうだな。この先には強い魔物がいる。怪我をするから近づかない方がいいそう。デルカダール王国を目指しているのはこっちじゃなくて北の方だ。まあ、素直に行くか。じゃあ、え、これなんか地図設定ないの？作戦満タン、ほぼ満タンとか。クエストリスト、システム設定、カメラ操作設定。なんかカメラ動かしてほしいんだよな、一緒に。カメラっていうか地図を。あ、無理か、諦めよう。じゃあちょっと向かいますか。走ろう、ほら行け。はや、マジで速え。大ガラスがいるね。どっちだこれ。こっち側になんかあったりはしない。ん、これは戦う。ドラキーだ。みんな逃げてったんだけど。あ、いた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 。あ、消えた。また新しい敵がいる。押し突っ込め。ズッキーニャ。え、人と同じくらいでかい。えって、こんな槍で刺されたら死んでしまうぞ本当に。めちゃくちゃ物騒な世の中だな。よし、レベル4。身の守りは上がんなかった。ズッキーニャぶっ潰す。ちょっと気づいてないんだけど。11でも倒せないか。槍がさ、自分の腹に刺さってなかった今。とりあえず道中普通に行こう。
メタルスライフとか早そうだな。なんかマークがあるよ。ちょっとこれは気になる。あ、一角先がいる。倒そう。魔物の群れ。うわ早い。さすがにちょっとモコッキーから倒せるやつから倒していこう。数を減らす。いって、なんだ。おい、そこの兄ちゃん。お前さ、さては冒険初心者だな。何も知らねえまま旅をするなんて危険すぎる。この俺がいいことを教えてやるぜ。あそこに焚き火の跡が見えるだろう。焚き火の跡がある場所ではキャンプをしてゆっくり休んでいくことができるんだぜ。キャンプをしたいときは焚き火の跡を調べな。キャンプをしている間は夜になるから、憩いのひとときをのんびり楽しむといいぜ。何？こんな開けた場所で休んでいて魔物に襲われないのかって？安心しな。あそこに女神像があるだろう。あの女神像には神聖な力が宿っていて魔物を寄せつけねえんだ。それだけじゃねえ。あの女神像は町の教会と同じようにお祈りを聞いてくれたり毒の治療をしてくれたりするんだぜ。まあ習うより慣れろってやつだ。俺の話が終わったら早速焚き火の跡や女神像を調べてみるんだな。こんなキャンプ地は世界各地にあるからよ。新しい土地に行ったらまずはキャンプ地を見つけることをおすすめするぜ。最後にこの言葉を覚えておきな。旅にキャンプは欠かせねえ。キャンプを制する者は旅を制す。でな。ほっ。お前さんに伝えたいことは以上だ。キャンプでわからないことがあったら俺に聞きな。ここでいつでも待ってるからよ。なるほど、拠点だね。ちょっと降りて、これは敵じゃないよね、どう考えても。あ、あれ、キャンプの焚き火の印か。焚き火の印と多分ベルのマークだね。この壺割れそう。小さな鱗12ゴールドパクってこ。選別としてもらっていくぜ。で、これがキャンプか。キャンプしますか。はい。何をしますか。休む、祈る、あ、朝まで。なんかいっぱい選択肢があったけどちょっと分かんなかった。で、これで馬が呼べると。え、結構広いね。どっちから行く？なんか右からも行けるし上からも行けるし、まあ、スタンダードにちょっと上から行くか。一旦こっち、ここの街道を通っていこう。え、レベル上げした方がいいのかな。もう1レベルくらい。ここにいる敵はなんか一発で倒したいな。一角先が今一発で倒せないかんね。通信に力を貯めた。ちょっとやばい。いけるこれ。川、あ、フロックがいる。いけるか。おお、いける。ちょっと戦おう。フロッカーだし。でっかいカエルだな。こんなカエルいたら、俺カエル嫌いなんすよマジで。触れない。あのなんかヌメッとしてるのが超やだ。アイテム回収しよう。清めの水。いや、これ絶対取り逃しするよ。アイテム、さらにこれ小さなメダルとかもあったらさ、回収不可能でしょ自力で。こいつ休んでんの。蹴っ飛ばせよ馬で。
体当たり。こんな巨大なカエルに体当たりされたら、若干ヒットポイント減ってきた。フロッカー攻撃力高い。やっぱりこっちにも普通に出て、大きい槌がいる。でいろいろいるね。見つかった。あ、逃げて。あ、ドラッキーがいる。こいつらは、あそこにアイテムがある。マンドラ。あれ、なんかちょっとスライムっぽい。硬い。テンポはいいね、戦闘の。あと戦闘スピード一応速くしたんだよね。コットンの草。やっぱちょっと錬金要素的なものあんのかな。もう1レベルくらいちょっと上げときたかったけど、モンスターを回避しつつ先へ進んでいこう。レベル上げが必要だったらちょっとまとめて裏方でやるとして、今デルカダール地方。あ、モモンじゃん。新しい敵はやっぱりね、見ておきたい。基本まだ1対1だ。たまに2体出るけど。いって、ロックとか強え。薬草使おう。どこ持ってなくない自分。これさ、取り出しとかないと使えないとかある？もうなんか何降りれないんだけど、こっち側から。でもなんかアイテムがある感じには見えないね。あ、これはなんかあれかな、こっちなんとかみたいな。デルカコースタ地方、デルカダール城。まずデルカダールだな。モモンじゃぶっ倒す。あ、近くにいるから大きい槌がいるかなって思ったら、そういうことでもない。いて、9とか。お、なんだ、なんか出たけど見えなかった。ゾーン状態、バトル中攻撃を受けるなどの条件でゾーンという集中力の高まった状態になることがあります。ゾーン中はさまざまな能力が一時的に上がる。何回か行動すると消えてしまいますが、効果が消えるまでは次のバトルに持ち越すことができます。へえ、お、確かに強くなってる。このままこいつをぶっ倒そう。2体出てきたか。ちょっと攻撃力の高い大きい槌から倒せねえ。おお、危ない危ない。なんか怖え。早い、会心の一撃。ほら、一刀両断。レベルが上がらん。回復しとくべきか。いや、薬草なんて安いからね、使うときにどんどん使っちゃおう。少し薬草買い足した方が良さそうだな。こっち側もなんかいけそうな気はするけど。あれ、なんか光ってるよ。これはコットン草、薬草、コットン草。なんだ、いっぱい手に入れた。そういうあれかな、地帯だったのかな。光ってんのはいっぱい手に入るよみたいな。あ、兵士がいる。ちゃんと降りて対応しよう。旅の者か。ここまで来るのに大変だったと思うが、もう安心だ。この先はデルカダール王国。王国に入った宿屋に泊まるなどし、旅の疲れを癒すといいだろう。この兵士も大変だな。一人でここ見張ってんのか。これ何、縄文をあげる機会かと思ったら、あ、武器になってんじゃん、ちゃんと。対魔物用。え、入れるこれ。デルカダール王国、開けてくれんの。オートカメラバトル。
それでもいいような気がするんだけどな。まずはこの子に話しかけよう。ここから下を見ると歩いてる人が見える。たまに目があったりするとなんだか嬉しくなる。どういう趣味？もう豆粒だな。ここはデルカダール王国、ロットゼタシアで一番の広さを誇る王国。そうなの？いきなり？白い吹き出しの人はそれ以上話はないみたいだよって。白い吹き出しって何？こいつか。ふう、忙しいな。ピンクのおじさん、まあ、ピンクは一応話しかけておくか。デルカダル王に用があってここに来た。王様ってそんな簡単に会ってくれんの？あ、クエスト用の紫がこちら辺にあるね。これか。メアリーが屋根に登ったまま降りてこない。屋根の上にいるメアリーを助けてあげて。メアリーって何？これ猫。荒くれは何の役にも立たないのかな。どこだそもそも屋根って。この宿屋の屋根のこと。さらに上に行けんのかな。樽を割ろう。薬草、よし。それともここ客室かな。客室だよね。とりあえず壺だけ割っとくか。朝の糸。ここも客室だけど、タンス開けられる？開けられんな。バンダナ、あれ俺バンダナ買ったっけ。まあいいか、仲間が入った時のために取っておこう一応。あ、これは割れない。いい風が通る。洗濯物がよく乾く。いや、そんなことより猫。あ、これ下に行けんな。完全にジャンプして。ちょっとでっかい地図を見よう。城下町仮想とかあんの。こっち側が武器と防具のお店があるね。まずは武器から。あら、くれお前か。うちの商品はどれも切れ味抜群だ。好きなだけ買っていってくれ。そんなにいっぱい買わね。銅の剣竹。あ、体験。でも2だったらさ、盾装備した方が良くないか。なんか両手持ち 1.5 倍とかになるんだったら両手持ちにする価値はあるけど。防具屋。革の鎧があるね、やっぱり。まずは石の剣とかって売っちゃっていいよね。じゃあちょっと売ろう。石の体験売れねえ。石の剣も売れねえし、布の服5円にしかならない。ゴミカスやな。バンダナ22円か。まあいいや、ちょっとあんまり戦闘してこなかったツケが回ってきたな。当分はちょっとこれでいこう。田舎者にはちょっと買えなかった、高すぎる。こっちにもクエスト要員がいるじゃん。デルカダール王国の2人の英雄、グレイグ将軍、軍師ホメロスを一目見たくてはるばる観光に来た。でもお城に入れてもらえない。せめて2人について書かれた本でも読めればいいんだけど。お礼はするから本を探すの手伝ってくれないかな。何も知らないやつに頼むの、こんなの。この町の本棚の中にある。西側は調べた、東側を歩いて赤い本の入った本棚。赤い本は読む価値のある本。なるほどね。2人の英雄、
え、ってか白入れてくんねとか言ってたんだけど、確かに豪華だな。おお、この人なんかセレブっぽい。勉強は終わったの？セレブママ。あ、白い人にはそもそも話せないんだね。ここセレブ街だな。なんかこんな外から来たさ、旅の兄ちゃんがさ、勝手に歩いていいところなの？自由にも程があるな。入れてくれ。待て、止まれ。旅の者よ、一体何の用だ？まあそりゃそうなるよね。自分が勇者であり王に会いに来たことを話したとか。ふざけたこと言うな。お前が勇者であるはずがなかろう。さあとっとと帰れ、俺たちは忙しいんだ。なに、その首飾りを王に見せたいと思うんすか？わかった、待っておれ。結構話が通じるな。実は先ほどは大変失礼いたしました。国王がお待ちですので、どうぞお入りください。キラキラ豆知識。デルカダルジョ、この子は一応話そう。ちょっと顔が見えない。おめえじゃねえよ、このクソが。あの美しい国が魔物に襲われて滅びてしまうなんて、世の中何が起きるかわからない。この国はグレイグ様がいらっしゃるし、まさかユグノア王国と同じ運命をたどったりはしない。あ、ユグノア王国って滅びたところ。玉座の前はこちら、階段を上がりすぐまっすぐお進みください。ちょっと寄り道しないで行こう。広いからね、とにかく。この子は、ようこそいらっしゃいましたって。もうそれだけか。話せない、釣れないな。でもこの兵士強そう、普通に。俺なんかより全然強そうだぞ。いや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 、太刀打ちできないって。君たちが何とかした方がいいよ。旅の者よ、ようこそデルカダール城へ。鋼の鎧かなこれ。ユグノワの首飾りか。よくぞ来た、旅の者よ。わしがデルカダールの王である。これ最初のオープニングにいたよね。こうしてそなたが来るのを長年待っておった。ようやく会うことができ嬉しく思うぞ。その首飾りを携え王であるわしに会いに来たということは、そなたは自分の素性を知っておろう。もしそなたが本物の勇者であるならば、おそらく手の甲にあざがあるはず。うん、そのあざこそ勇者の印。そなたこそあの時の赤ん坊。皆の者よ喜べ、今日は記念すべき日。ついに伝説の勇者が現れたのじゃ。なんかこいつら単純だな。時に勇者でよ。そなたはどこから来たのだ。そなたをここまで育て上げた者に礼をせねばならん。教えてくれぬか。ミカミックスは医師の村で育ったことをデルカダル王に伝えた。
なるほどな。イシという村か。ホメロス、シカと聞いたな。はい、シカと聞きました。あのような渓谷地帯にそんな村があったとは。てかホメロスとかってまだいる人なんだ。普通になんかもう歴史上の人物かと思った。分かっているな。あとは任せたぞ。なんか若干不穏なんだけど、兵士を連れていく必要なくない？まさか一人で乗り込んでくるとは。何を企んでいるか知らんが、貴様の思い通りにはさせんぞ、勇者め。なんか魔王軍？グレイグよ、その災いを呼ぶ者を地下牢にぶち込むのじゃ。皆の者も知っておろう、勇者こそがこの大地に仇をなす者、勇者こそが邪悪なる魂を復活させる者、勇者と魔王は表裏一体なのじゃ。ああ、なるほど、それは言われてみればそうかもね。我が王はあのように聡明なお方、勇者が何者であるか分かっておったのだ。お前には不運であったな。よし、この者を捕らえよ。医師の村か。お前の言ったことが真実か、三日もすればわかるだろう。三日もすれば探索に出たホメロスが戻ってくる。災いを呼ぶ悪魔の声よ、お前の命もそれまでと思うがいいだろう。囚われの勇者、使命を果たすためにデルカダール城に向かったが、王に捕らえられた勇者に贈られる称号。称号なの？地下牢獄、とりあえず割ろう。おい、何してんだ。いや、とりあえずなんかないからね。ジタバタしてもどうにもならんぜ。これは何？ちょっとトイレ的なあれかな。物はさ、あー、パクられたか。金もパクられた。ちょっと帰ってくるんだろうけどね。やれやれ、想像しいな。うるさいやつが来たもんだ。牢屋に入れられたぐらいでおろおろビクビクしやがって、しけた野郎だな。ところでお前、何をやらかした？ここは牢の最下層だ。よほどのことをやらないとここまでは入れられねえ。なんだって？自分は何もしてない、ただ勇者と名乗っただけだと。マジか。こいつは驚いた。まさか勇者様が同じ牢だと。飯の時間だ。お待ちかねの食事の時間だ。取りに来い。かわいそすぎるこいつ。
俺の前に勇者が現れるとはな。すべてはあの予言の通りだったってわけか。来な。ちょっと待ってろ。強すぎる。殺してはいない。ただしばらく起きないだろうな。この先手ぶらじゃ危険だからな。こいつを装備するんだ。剣を受け取った。それからこれお前の荷物じゃないか。向こうの部屋に置いてあったからついでに取り返しておいたぜ。自分の荷物を受け取った。俺も愛用の探検を取り返すことができた。こいつがあれば百人力だぜ。さて他の兵士が来る前に逃げるとするか。準備ができたら声をかけてくれ。いやてかさ、普通にこいつの鎧パクろうよ。ああ宝箱がある。でもここ牢屋だから最後の鍵だよね。どう考えても必要なの。気を失っている。顔がバレバレだからさ、せめて兜かぶるだけでもだいぶ違うと思うんだけどな。でも鎧も着なきゃおかしいか。まあいいや行こう。結局石の体験じゃねえかよ。あ、エマのお守り、これ装備するとどうなる。守備力が1上がる。装備しとこう。一応アクセ。ずっとこの穴を掘っていたんだ。今日脱獄しようと思っていたが、そんな日にまさかお前が来るとはな。どうやらあの予言通り俺はお前を助ける運命にあるらしいな。今は詳しく話してる時間はね。さあお前から先に行きな。いや名前まで知られてるね。ちょっと明かり消した方が良くないかこれ。水路か。どこかに出口があるはずだ。背後は俺に任せて先に行ってくれ。お、デルカダール地下水路ダンジョンだね多分。樽。え行くぞ。これさ、灯せる？灯せはしないか。あー地図がない。薬草。鍵がかかってる。あーこういうとこ入れる？鍵がかかってる。一応一個ずつ調べてはいこう。もしかしたら入れるかもしれないから。何もない。モンスターが出てくる感じはしないね。おい見つけたぞ。こっちだ。さあ逃げるぞ。鎧着てんのに早いね。あ、待って走んなきゃダメ。一応捕まんないで行こう。最初だから逃げるぞ。こっちだ。何立ち止まってんの。息切れしたか。ちょっと待って、これあいつの方に行こう。こっちか。なるほど。こっちだ。見つかると厄介だ。松明を消して俺についてこい。ちょっと待って、わかんねえんだけど。
は？これに気づかないって。どん、おおおお。異常あり。見つけ、戦うの？一応、あいつもテンション上がっている。デルカダルフ弱くねえか。生きるためだ、しょうがない。レベルアップ、スキルポイント、ホイミ、よし覚えた。スキルポイント制か。ドラクエ8と似たような形だね。ちょっと振り分けだけ見てみよう。あ、スキルパネルね。あ、なるほどなるほど、 OK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 。 片手剣スキル、両手剣心勇者、常時攻撃力上がるほか伝説の究極剣を取得できる。剣の道を極めた者のスキル、勇者、すべての能力がバランスよく上がり唯一無二の特技を取得できる。スキル一覧、ゾーン突入プラス 5% だ。これ片手にするか両手にするかちょっと選んでいきたいね。装備時攻撃力プラス10、両手剣、ブレードガード、武器ガード率。ああ、なるほど、盾が装備できない代わりに武器ガードができるんだね。分回し、渾身斬り、ドラゴン斬り、メタル斬り、なんかここら辺がいいな。どっちかっていうと魔人斬りとか覚えたいんだけど、渾身斬りとか違うか。剣心、はやぶさ斬り、ギガスラッシュ、だいぶ上だな。ガードカウンター、常時力にギガブレード、なんかポイントがそんなに多くない気がするんだけど、それはあれか、でもこれを取るのだけに16ポイント使うっていうことだよね。ニフラムとか覚えるんだ、なんか使わなそう。トヘロス、え、どうなの、なんか微妙じゃね。あ、デイン、デインくらいはなんか覚えても良さそうな気がするな。でも下に向かうってことか、これギガデインとか覚えるのかな。じゃ あちょっともうちょっと貯めておこう。これ倒さないでいくと勝つだ。どっか行った。待って、一応隠れていこう。追っかけてきてる、勝つだ。どっちだよ。これで見つかんないんだ。あの橋を渡るぞ。もう一度松明に火をつけて先の様子を見てきてくれ。走りだな完全に。しつこい奴らだ。おいおい、マジか。でこんなボロい橋なの。無事か。おかげで兵士たちを振り切れたな。え、一緒に落ちた兵士どこ行ったの。近くに行ってもおかしくないんだけど。この先から出られるかもしれねえ、先へ進もうぜ。はてなはてなはてな、なんかないかな。マジで兵士たちどこ行ったんだろう。神に導かれし迷える子羊よ、お祈りしとこう。一応1と2をちょっと使い回していこう。 2D モードはまあいいかな、当分はちょっとわかんねえし。やっぱりじゃあ銅の剣買っときゃよかったよ。
この最弱装備で行くしかない。え、ボス、いきなり。しかも強そうなんだけど。待て、何かいるぞ。共に戦って勝てる相手じゃない。さっさと逃げるぞ。なんか逃げてばっかだな。逃げるぞ。視点は変えられん。てかさ、なんて城の地下にさこんなドラゴンがいるの。竜の住処って書いてある。行くしかない。飛び降りるぞ。あ、飛び降りるって下水じゃないんだ。間一発だったな。さすがにここまでは。しつこいやつだ。逃げるぞ。ああ、え、スライムとかいるの。すげえこいつら。この魔物かわいそう。みんなめっちゃ逃げてるし。走って逃げれるくらいだからね。ああ、これメタルスライムっぽくない？今の。行ってか。ふう、危ねえ危ねえ。なんとか振り切ったな。しかし何だってあんな魔物が城の地下なんかに。とにかく先を急ごうぜ。なんだ。お、さすがドラゴン。助かったか。やれやれ、こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえ。おいおい、マジかよ。逃げるぞ勇者様。やられたな。いたぞ、この先だ。くそ、もう追ってが。いいか、よく聞くんだ。ここで捕まったらお前も俺も長くは生きられねえ。行くぞ。俺は信じるぜ、勇者の奇跡ってやつを。おい貴様ら、何をするつもりだ。
俺の名前はカミ。覚えておいてくれよな。こっから始まりか。セーブしとこう。アキラ。おい、アキラや。よう、ようやくお目覚めか。ここはデルカダールの外れにある教会だ。お前、あれからずっと気を失ってたんだぜ。勇者の奇跡ってやつを信じて崖から飛び降りたが、どうやらその賭けには勝ったらしい。ったく、何が起きたかわからねえが、気づいた時には無傷で崖下の森の中さ。大したもんだな、勇者ってのは。さて、これでお前も俺も仲良くお尋ね者ってわけだ。のんびり休んでるわけにもいかないが、まずは俺たちを助けてくれたシスターに礼を言っておくとするか。追われる勇者。デルカンダールの地下牢獄から神と共に脱出し、城の外に逃げた勇者に送られる称号。なんか称号、なんか微妙なのばっかりだな。朝の糸。条約層。助けてもらったか割にはさ、あ、ちょっと待って、休まない。壺割ってるからね。シスター、おばちゃんやんけ。あら、旅の方。お連れの方のお体はよろしいのかしら。
なあ、もうバッチリさ。あんたのおかげで助かったぜ。よかった。それは何よりです。ですが、お気をつけて。先ほど不穏な話を耳にしました。何でも凶悪な囚人たちが牢を脱走し、この辺りをうろついているそうです。一体どんな恐ろしい人物なのか。そいつは大変だね。それでその町の様子はどうなっているんだ。町はなんとも物々しい雰囲気です。逃走中の二人の囚人を追って兵士の方々が懸命に探されています。それにあの大英雄グレイグ将軍までもが囚人が来た医師という村への道を封鎖しに自ら南の渓谷地帯へ出陣されたとか。あら、ごめんなさい。不安にさせてしまったわね。大丈夫。きっとすぐに悪人は捕まりますよ。それまではこの教会を宿と思ってお好きに使ってくださいな。なあ、そうだな。すまないが少し世話になるぜ。外の風にでも当たりながらこれからのことを少し話さないか。あれ、クエスト、クエスト、そういや全然こなしてなかったな。医師の村、聞いたこともないが、あの渓谷地帯に村があるとは驚いたな。お前はそこの出身なのか。村のこと気になるだろうが早まるなよ。今来た道を戻ったところでグレイグの野郎に捕まるだけだ。奴に見つからず医師の村に行くには別の裏道を使うしかない。俺ならその道を知っている。何だったら案内してやってもいいぜ。だが先に俺の用事を済まさせてくれ。デルカダールの城下町に忘れ物があってな。そいつを取り戻しておきたいんだ。牢から連れ出してやったんだ。それくらいの頼み聞いてくれてもいいだろう。まあいいだろう。よし、決まりだ。けどこのままじゃちょいと目立つな。待ってろ、適当なもん探してきてやる。ほら、こいつを着て顔を隠しな。兵士どもが待ち受ける城下町にそのままの格好じゃ戻れないだろう。怪しいわ、怪しいわ。お尋ね者らしくなって箔がついたじゃねえか。それじゃ北に向かって町に戻るぞ。どうやら予言によると俺はお前を助ける運命にあるらしい。改めてよろしく頼むぜ、勇者様。おお、カミューが仲間になった。連携、2人以上で同時に行う強力な技。条件を満たす仲間がゾーン状態になると使えます。2人がゾーンになると使える連携があるようなのでチャンスがあったら狙ってみましょう。連携は仲間に自動で使わせることもできます。詳しくは作戦の旅の心得を見てくださいと。了解ですと、いうところで、じゃあ今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。